ちょっとこいつのロッカー調べてみっからよ。見張っててくれ、コーチ。先に行ってから壊してよ。まずカバンがあるぜ。まだ学校にいるな。用心しろよ。テニス部で漫画好きなやつだな。しかし物の多い野郎だな。まさか弓と矢が入ってるってことはねえと思うが。 なりやがった。しかしこれではっきりしたな。狭間田はスタンド使いだ。<笑>グレートだぜ。俺になるとはよ。いい度胸じゃねえか。パーマンよ。知ってんだろ。しゃべったぞ。声はしゃべり方までそっくりだ。パーマンに出てくるよ。コピーロボットって。ありゃ便利だよな。 いたらいいよなって思うよな。おい、こいちこいつ何言ってんだ。パーマンってなんだよ。お前パーマン知らねえのか。信じられねえぜ。それでも日本人か。うるせえな。質問すんな、俺の方だ。腕が、ジョウスケか。俺の方はよ、いなきゃいいなって思うコピー人形さ。 コピーされたら必ず同じポーズをとっちまう。つまり操り人形ならぬ操る人形ってことさ。こいちどけ。ボロ雑巾一丁上がり。おっと、俺じゃねえ。 やったのはあくまでそいつのダチのお前自身だぜ。こういうのってよ、一番ムカつくんだよな。自分では直接手を下さず他人を利用してやるっつうのはよ、最高にぶちのめしたいと思うぜ。グレート、ヒットオラ。射程範囲外だね。 本体がそっから動けなきゃスタンドも近づけねえだろ。つまりこの距離以上を保っていれば、ジョウスケ、おめえは絶対俺にかなわんということだぜ。このスタンドの名はサーフィス。人形に取り付くことで実体化している。よって普通の人間にも見ることができる。狭間だ、てめえ。 俺の目的はな、九条丈太郎を半殺しにしてこの町から追い出すことだ。よそ者のくせによ、俺たちのことを嗅ぎ回りやがって。とはいえ丈太郎のスタープラチナは1秒か2秒時を止められると聞いた。あいつに近づけるスタンド使いは俺たちの仲間にはいねえ。 ジョウスケ、おめえをコピーしたこのサーフィス以外はな、意識不明になってもらうぜ。邪魔な本物には潰れたか。気持ちよい音がしたな。神経切れてなきゃまた見えるようになるよ。運が良けりゃだけど。 これでしばらく意識失ってるな。ちょろいもんすね。おい、俺のカバン拾え。このまま丈太郎を仕留めるぞ。ちょろいもんだ。丈太郎の泊まってるホテルの名は確か、森尾グランドホテルだ。そうそう、それだ。<笑>